こんにちは、大ノベーションの森です。伊藤です。私ジブリ好きなんだけどさ、うん、この前なんかツイッターでジブリの原画の人が、千と千尋の神隠しに出てくるお父さんとお母さんが食べてたあのデュルンしたやつが、シーアガンスの胃袋だった気がするって言ってたのよ。あのズボボボボってするやつはその絵コンテとかレイアウトではなんか子羊の胃袋っぽいみたいに書いてあったらしいから、まあそういう会話があった記憶があるって感じらしいんだけど、でもツイッターで結構反響があって、なんかちらほらぜひ食べてみたいみたいな声があるんだよね。いやだって映像だとめちゃくちゃ美味しそうだもん。だよねなので、もしあれがシーラカンスの胃袋だったと仮定して、まあどんな味がするのかっていう考察をちょっと生物学的視点から勝手に喋らせてほしいっていう、そういう回です。勝手にねシーラカンスって現在も生きてる魚なんですよね。生きた化石ってよく言うもんね。そもそもなんで生きた化石って言われてるかっていうと、もともとシーラカンスって100年くらい前までは化石でしか見つかってなくて、しかも白亜紀以降見つからないから白亜紀に絶滅したんじゃないかって思われてたからなの。あ、じゃあ結構最近なんだねそれね。そうそうそう、なんか1938年にラティマーさんっていう南アフリカの学芸員さんが、沖でこう網に引っかかったなんか謎の魚をいろいろ調べてたんだけど分かんなくて、で大学の教授にこれ何って手紙にスケッチ書いて送ったら、これ絶滅したはずのシーラカンスじゃねってなったの。シーラカンスって何、その化石の時から見た目一緒なの？まあちょこちょこ違うけど大体一緒。だからそう、みんな驚いたの。そのままなんかの姿で生きてたのって。ティラノサウルスがその姿形変えずにそのままもう生きてましたってなったら、それは驚くもんね。驚くじゃんちなみにそのラティマーさんの手紙に書かれてた愛くるしい絵がこれね。ああ、これは愛くるしいな。ちょっとかわいいなでそれからまあ今まで300匹、まあ、今もっとあんのかな、まあ、結構見つかってて研究されてるらしいと。でこっからが本題のシーラカンスの胃袋の味なんですけど、まずシーラカンス深海に住んでおります。深海って浅いところよりも水圧がこう強くかかってくるのよ。で大体の魚ってこう浮き袋に空気を入れて水中で浮いてるんだけど、深いところだと空気入ってると水圧でこうしぼんじゃうんだよね。ああ、だから人間の肺も深海って言うとまず先に潰れるもんね、どうにか浮かないと沈んじゃうもんね、なのでシーラカンスは浮き袋にこう空気の代わりに脂肪分がいっぱい入ってるのよ。そうか、だから水より油の方が軽いからこう浮くんだもんね。そう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 。で、まあ、そもそも浮き袋以外にももう体中油だらけらしいんだよね。マジか筋肉も基本なんか部位によっては 70% ぐらい油らしいし、他の内臓器官も、まあ、もう何らかの油が多いみたいだから、まあ、おそらくその胃袋も油っぽいと思うんだよね。体脂肪率やばそうだよね、それねでもその油っぽいってだけだったらさ、ワンチャン美味しいんでしょどうせ。多分トロとかさ油乗ってて美味しいって言うじゃん。私個人的にマグロ嫌いだけどそれは知らんけどただの油ならいいんだけど、こやつの油はワックスエステルっていう種類の油なんだよね。あれでしょ、ろうそくのろうに近いやつね。そうそうそう。まあ他の深海魚の中にもこのワックスエステル含んでるやつもいるんだけど、シーラカンスはその量が尋常じゃないらしい。それでできてんの？一時期さちょっと流行ったさホホバオイルもワックスエステルだもんね。ホホバオイルって何？なんか肌に塗るオイルなんだけど、人間の皮脂からもそのワックスエステルって出てんのよ。で要するにホホバオイルも同じ成分だから、まあ、その刺激も少ないし保湿効果も高くてなんかめっちゃ肌にいいんだよみたいなやつ。肌にいいんだ。でも全身にちゃんと使えるんだって。ただこのワックスエステル、人間は消化できないからなんかケツからそのまま垂れ流しらしいの。お尻から垂れ流れるの、我慢できないのそれ。いやなんかできないらしいんだよね、そもそももう便意もないのになんか肛門閉めてもなんか出てきちゃうみたいなんだよ。やばい、気持ち悪すぎる。エステルを、ワックスエステルを消化できないことにより出てしまう排泄物のことを油脂しゃげっていうの。油脂しゃげっていうのね、うん、もうだから人間なすすべがないわけ、ね、そうなんですね、多分ね、そのワックスエステルに対して、うん、ね、あとシーラカンスは体内のアンモニアを尿素に変えて血液中をこう循環させてるらしいのよ。尿素ってあのハンドクリームの成分でもあり、おしっこの成分でもある、あれね。そうそうそう。うん。ね、だからうちらはその腎臓でさ、その尿素をこし出して出すけど、うん、それがその体中に循環してるってことだよね。そうそういうこと。でもサメもとかも基本そうなんだけど、まあ、なんでそんなことするかっていうと。はは、海って塩水だからこう、うん、濃い液体なのね、周り、うんうんうん、で通常濃い液体と薄い液体がこう膜を挟んで隣同士にあるとき、うん、基本的に薄い液体の方が濃い液体とこう、うん、同じ濃さになりたがる。で例えば、うん、梅酒ありますね、うん、梅酒作るときって瓶に梅と水とアルコールと氷砂糖を入れるらしいんだけど、うんうんうん、で最初は梅の実がまあ凝縮されててこう一番濃いから、うん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 、水とアルコールがこう梅の中に入ってその液体と梅をこう同じ濃さにしようとするんだって、うん、なんだけど次に氷砂糖がだんだん溶けてくると今度は梅の周りのその液体の方が濃くなるからそうなると梅の中から水とアルコールがまた出てきて、うん、梅風味付きのそうなると美味しい梅酒の出来上がりって感じらしいんだよね。はー、うん、あ、だからこの梅がシーラカンスで周りの液体が海水ってことね。そうそう、そういうことで、海水の場合がまあ大体濃いから周り、ほっとくと体内の水分が外に出ちゃって脱水症状になっちゃう、うんうんうん、だからなんとかして体内の濃さを海水の濃さと同じにできれば水分守れるのよ、うんうん、でも尿素体中に回しとけば同じ濃さを保てるっていうことね。そうなんですまあ要するにその、まあ、血液が回ってる筋肉とか内臓とかの組織は基本、まあ、尿素まみれだとシーラカンスしかもその死ぬとバクテリアが尿素をアンモニアに変えちゃうからもう体全部アンモニア臭くなっちゃうの。やだなんか私食べたことないけどさ、うん、そのサメの肉もなんかすっごい生臭くて、うん、だからそのアンモニアって要するにアルカリ性だからそれを、うん、なんかその酸性のお酢とかで中和する下処理をしないといけないらしいね、食べるときは ね、うん、そう、サメはちゃんと下処理して、まあ、煮物とか干物とかにして、まあ、いけるらしいね。なんか美味しいって聞くよね、うんうん、まあ、結論我々が消化できないワックスエステルによって油脂しゃげが出る、うん、さらにアンモニアによる臭みがあるのでおそらく、まあ、まずいといやだから体張って食うもんでもないってことねもうまあそもそも日本にはいないから、まあ、輸入するしかないんだけど、うんうんうん、今ワシントン条約で国際的に取引が制限されてる、うん、あ、だからもうそもそも食べれないってことね、手に入らないってことね今はね。昔でもまだ取引ができた時代に、うん、なんかジャンプの企画で鳥山明先生が食べてたらしいんだけど、でもなんか美味しくなかったでもジャンプシーラカンス買ったってことそれ分かんないんだけどあの静岡の沼津の博物館に冷凍保存されてるシーラカンスの標本は、うん、もうなんか億とかいくらしい。でもなんかバブルでさ景気良かったからさ、うん、景気良かったんだよねちなみにここまでが今生きてるシーラカンスの話だったんだけど、まあ、最初にも言った通りシーラカンスはすごい昔から化石に残ってるやつなんだよね。そうだね。だからその昔のシーラカンスと今のシーラカンスは何が違う？なんか形はそこまで変わってないのよ、うんうんうん、ただ今は深海にしかいないけど昔はいろんなところに住んでたらしい、うん、へえ、浅いところにもいたの？うん、うん、1億年くらい前の白亜紀にいたやつは、うん、なんか浅いところにいたらしくて、うん、でその時のやつは浮き袋の中も、うん、多分ワックスじゃなくて空気を入れてたっぽいのよ、うん、だから、まあ、こっからまあ私の妄想なんだけど、うん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 、多分深海にこう適応する必要がなければ、まあ、体内の液体の濃さを濃くする必要もないし、うんうんうん、もしかしたら体内の尿素も少なかったかもっていうワンチャン普通にうまいかもしれないだね。だからまあそもそもその千と千尋に出てくるあのデュルンはさ、うん、だからその人間への料理じゃなくて神様たちへ振る舞う料理だから、うん、どうにかそのアンモニアさえ下処理で頑張ってさこう消せれば、うん、ワックス入っててもまあ大丈夫ってことだよね神様はね。まあそうだね、神様神様湯ししゃけ起こさないでしょ神様そういうことだもんね多分ね